じゃあお前さんこんばんは。田畑さんこんばんは。こんばんは、二人とも。何やねん、二人ともって、その省略みたいに、今同文みたいに、その、何やその。あ、こんばんは、二人とも。まあ、二人ともやな。新しいな、二人ともやな。まあ、以下同文みたいな。お名前言うまでもないわけ。はい。はい。はい。でですね、お前さん、今日はちょっとテーマがあるんですよ。はい。久しぶりに視聴者の方にテーマの、提案をいただきまして。誰？バファさんっていう方です。へー、なかなか面白いなと思ったんで、うんうん、バファさんが、オリックスの登場曲の中、選手の登場曲の中で、好きな曲ベスト10を教えてくださいってなったんで、まあ、ベスト10はちょっと多いんで、まあ、みんなおのおの好きな曲とか誰の選手の曲が好きかを3曲ずつぐらいあげようかなと思いました。なるほど。はい。まあ、曲名とか分かんないじゃないですか、正直僕も分かんないですよ、全然。なんでこの選手の曲が好きぐらいな感じ で、 ああ、でまあ、順番も1番2番つけたらややこしいんで、はい、3つぐらい。じゃあ神戸さん僕が言いますね。はい、そうですね、まあ、僕はその登場曲に乗せて名前言わせてもらうことが多いので、うん、そのなんとなく曲が好きっていうよりも言いやすいこの音楽っていうのがあるんですよ。それが一番言いやすいのは山岡投手なんですよ。わかるわ。分かってくださいませ。わかる。あのシューンジャー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 ンって上がるんで入ってくるんで。タン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 言いやすいのがあって、はいはいはい、それがですね、はい、背番号29番、うん、田島大輝投手。わかります？わかる。ダララララララダララずっとなんちゃらかんちゃらなんちゃらも背番号29田島大輝入りやすいんですよ。このチャチャチャンチャンって次入りやすいんですよ。そう、奥山岡投手と田島投手と今年で言ったらあともう一人バッターなんですけど、うん、これは終わりになんていうのここで終わりたいなっていうのがあるんですけど、足立選手の、うん、足立選手2曲あるんですけど、はい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 、あのケツメイシのラップの方の、はいはいはい、子供たちの未来がみたいな想像よりも幸せでありますよってやつから、あれが僕ね入りやすいです。なるほど。はい。なんで僕は山岡投手と田島投手と足立選手のラップの方。なるほどね。この3つは挙げました。まあでも分からんでもないね。はい、はい、こんな感じです。みわちゃんは、私はミュージシャンとして、ミュージシャン、ミュージシャン目線でかっこいいなって思うのが、うん、変わっちゃったんですけど、うん、福田修平選手の1個前のブーみたいなブーどうなったっけ、どんなやったかな、ちょっと待って、ブー優勢、はい、あー、はい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 、まあなんか始まるって感じするよね、はい、確かに確かに、周辺のな、うん、いいね、はい、洋楽やねあれはね。そうそう、洋楽洋楽、はい、んであと、うん、比嘉選手の、あ、それは思った、ハイスタンダードやった時、ジャララララチャチャララララララジャララララッアイゴンチャラチャチャチャララララララってやつ、それそれ、あれかっ、あれは入りやすいです僕は。比嘉ちゃんのやつ、比嘉さんのやつ、あれも比嘉さんずっと変えられてないですもんね、あれ。あとは、あとはちょっと違うテイストで、うん、ヒギンス投手の、あ、ヒギンスどんなのかな、ジャジャラジャララ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 ラ、そうかそうか、あれもすぐ分かるもんね。僕らもそのアナウンス、カメ君のアナウンスする前に曲流れて、はい、あ、ヒギンスやと思う、そうそう、イントロでね、はい、あとは結構動画込みでかっこいいですね、あれは、かっこいい、ね、なるほどね。ミヤちゃんは福田選手の1個前と比嘉さん、比嘉さんとヒゲさん、なるほど。じゃあお前さんは、僕はやっぱりやな、はい、やっぱり T のカーニバルやな。あ、僕ね T さんのカーニバル、これまあいろいろ諸事情があるって知らないんですけど、2014年の準備はできたか、うん、レイディーから始まる時のカーニバルがめっちゃ好きでした。うん、わかるわかる。あ、タオル振る準備できてるってこう言われてるみたいな感じで。うん、そうやね、あれいいよな、はい。あれかっこよかった。やっぱり、うん、T さんならチャンスの時に流れる、うん、あれがすごい好きなね。そうですね。やっぱ T さんしかも人気あるから、T さんのそのチャンスの登場曲って
一番スタンドがこう一体だっていう感じはあります。みんなタオル振ってね、そうなんですよ、めっちゃいい感じで一体感出てくるやんか、出てますって今年だったら、ね、あれはすごい好きでしたね。確かに確かに、ケツメイシ、ケツメイシかっこいいよね。あれ、あの昔はロッテの石峰さん、今コーチやってる、はいはいはい、ファーストベースコーチの石峰さんとか、はい、もう今辞められました、あのベースターズの荒波くんもあれ、あ、荒波壮さん、あれでしたね。へえ、それが、まあ、まあまあ名曲ですよね、うん。で、あとですね、はい、これもちょっと前のやつ、前のやつ、はい、あの2年か3年前の、うん、大城選手、海よー、あじゃあ、あ海よなんちゃらかんちゃらですね、ララ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 ラ、はいはいはい、ララ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 ラはいはいはい、あれ沖縄、そう、あれ琉球のなんやったかな、なんかダイナミック琉球、そうダイナミック琉球、そうそうそう、あのミュージッククリップがかっこいいね、またよう知ってますね、ミュージッククリップまで、かっこいいね、あれね、あれは最近の曲歌手の方なんですか、あれどうなんやろ、ね、歌ってある人は結構年を上された上のベテランの方でしたね、20代とかじゃない、なかなか、うん、全然そんな、あそうなん、ね、めっちゃかっこよかったです。あの大城選手の登場曲っていつもあの沖縄縛りを毎年かかれていいですよね。そう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 、はい、そうやな、あとなんやろ、基本やっぱバッターですかね、お前さんはピッチャー、いやピッチャーも山岡君のそれで僕も一緒なんで、うんうん、あれなんだけど、あともやっぱりトライやね今の、あどれですか、3曲ありますけど、いやもう一番あれですよ、もうダラダラララダダラダラ、もうあのもう中川家が真似したようなあの歌ね、あのハングルの歌ですね、そうそう、あれが最高ですねそっちで行きましたか、はい、夢を追う男のものだ、それはいいよ、あのあれは、うん、やっぱりあの曲がチャンスで流れたらさ、よしトライやって、あれも結構湧くやん、あのトライゴールされる前にあの曲が出た瞬間にあの拍手が湧き起こるやんか、かるかやっぱり ね、まあ、あれもあれは本当は好きです、本当は、ね、あれはいいけど、はいはい、インパクトがあるのはそっちです、ラララララヘイチャンナナ、前の曲好きやねでもほんとあのちょっとそのチャンスの方ですけど、夢を追う男の物語ってなんかその歌詞もね、うん、なんか伏見さんに合ってますよね、夢を追う男みたいな感じ、うん、そうそうザ男って感じだから伏見さんって、それは僕も好きやね、うん、まあそんな感じやな、なるほどね、はい、母さんこんな感じでした、我々が好きな登場曲、そういうことです、ベスト10はちょっと、はい、まあまあ3曲選ぶとしたらそんな感じ、あの山岡はかっこいいよ、あれかっこいいですよね、うん、あれまた入りやすいんですよ、めっちゃ始まるって感じする、そうそうそう、始まるって感じする、本当にイントロがかっこいいからね、あれね、うん、と思いました、まそれとあともう変わっちゃったけど、由伸投手のクズの、あれもよかったね、君の声が聞いたいいからで、うん、あれもよかったね、始まる感じしましたね、あれも由伸って感じしたもんね、そうなんですよ、ね、結構の登場楽しいですね、やっぱりそんな感じです、うん、まあみんな今持ってくるからね、自分でね、みんなよく音楽詳しいですよね、はい、皆さん、ジョーンズのわけわからんラップね、そう、白くない、今のやつですよね、今のやつよ、もう見た目は金持ち、頭は貧乏ってやつですよね意味わからん、ほんまに意味わからん、はい、まあでもそういう歌があるんですね、日本語やしね、しかも、まあ、でも意味わかってんのかな、ジョーンズジョンズさん早くね復帰してほしいですね、はい、そんな感じでございます、はい、間もなく10分ですね。